熊本県ね、水俣市、これ結構山の上まで来たよ。スペイン村だってここ。みかん狩りとかもできるし、レストラン、売店。あそこから景色が、わ、すごい。景色めちゃくちゃいいよ。すごいね、ここ建物。結構前からあるみたい。あ、ここで食べるんだ。ここレストランね。わ、景色がいいよ。ちょっと待って。すごい、いろんななんか施設がいっぱいある。すごい、奥まで見える。うん。あの奥は？あの奥はずっとほら天草とか向こうの。うん、ああ、すごいね。天気いいと多分じゃあ、うん、見えるんだ。そう。島が。島原半島の方まで。へえ、すごいね。今日はちょっと霞んでるけど。あ、ありがとうございます。ダンディーなおごもり隊員です。じゃあ美味しいランチ行きましょうか。ね、レッツゴー。レッツゴー。わ、いろいろあるよ、ちょっと。やっぱパエリアやん。だって、スペインちゃから。あ、いい感じ。どこ座りましょう？この辺、座りますか？ね。あ、いいね。では、美味しいランチをいただきたいと思います。今日はね、このパエリアコース、そして私は隣のレディースセットをいただきますよ。スペイン村やでね、やっぱりパエリア。ドレッシングがね、来てるんですけど、多分この名産ですよ。柑橘系のね、ドレッシング。美味しそう。これかけてみよう。広がってるから、高校生でみんなが知ってる。いただきます。あ、美味しいドレッシング。うん、うん。うん、シンプルなコンソメ。さあ、そしてこれパエリア、すごいね、具沢山、綺麗、色味もね。すごい、これ2人分ですね。めちゃくちゃ豪華。ちょっとすごいね。そしてこれがね、ブラックレモネードだって。ね、なんか色すごい感じ。いただきます。これ多分本物なんですね。あ、誰も飲むと普通にレモネード。危ないですね、うん、すごいね。具沢山、具沢山、ここデートコースにもいいですよ。ちょっと遠いけどね、高校から車で多分、まあ、3時間以内、3時間見とけば十分や、ね。うん、そうおしゃべりしよったらすぐ着くけん。そう、ね、景色もいいし、いや、ここいいよ。フラットでも日帰りできるね。うん、意外にね、日帰りでどこでも行けますよ。熊本から宮崎まで鹿児島とかも行ったしね。鹿児島までね、うん、そうちゃんと行けば近いけんね。多いね、量が多いよ。
てかお腹いっぱいになるよこれ。めちゃくちゃ美味しい。であの価格は、え、これお得じゃないんですか。お得よね。ねえ、お得よ。1,340円。うん、パーリーおすすめですよ。自家製パンもあるよ。ここは野菜とか。あったあった、さっきのドレッシングがどれだろう。みかん詰め放題ってほら一袋200円ってよ。これうまく詰めれる人やないとね、損けるね。うん、うん、ちょっとでかいね。これでかいよ。なにこれ。これお湯で溶いたい。ちょっとね、生姜茶。生姜茶熱いかも。ちょっと熱いかも。これ何です。これお湯で溶いてあるんです。ああ、あったまる。このぐらいお湯。今カップやったらやっぱ2、3杯。あ、美味しい。あとね、このまんまのヨーグルトに入れても違う。ヨーグルトに混ぜるの。蜂蜜がありね。うん、でも美味しいです。これゆず生姜だって体に良さそう。生姜ってね、体にいいよね。温まりますよね。うん、そうそう、今の時期に美味しい生姜ですね。うん、あ、美味しい。ドレッシングあった。あ、いい匂い。もう結構売り切れとる。美味しそう。うん、美味しいけん売り切れとるよ。さっきのドレッシングはこれだ。あった。これがね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。これね、これちょっと買おう。桜がもう咲いとる。かわいい。さあ、じゃあ歩きましょうか。湯の湖温泉にやってきましたよ。なんかレトロ。レトロ。すごいね、あのポストがまだあるね。本当やん。これすごいね、なんかこの無理やりのなんか増設。ね、3階建てよ。すごい、高級タイプ。うん、これすごいよ建物。これかなり泊まれるね。めちゃくちゃ大きいよ。うん。もう今やってない、ほら郵便物がね、終わっとるね。すごい、こんなところに不思議な。すごいね。やってないよ。やってないよ。ほら。え、結構やってないところの方が多いんじゃない？ほら、あれもは多分廃墟やし。あっち側。二階に格子があるところ。でもこれ機械は生きとるよ。ほら。うん。え、すごいねここ。お休みとか書いてあるよ。わっ、ねえ、すごいのがある。ほら、ちょ、あれ、あれ、この地区すごいね。てかこれ、あの建物もすごいけどね、古くてこんなんね。うん、これも全部昭和の頃の家やんね。うわっ、すごいね。本当にすごい。空き家やん、もうこっち。うわ、やばいね。もうちょっと。どれもいいところや。ちょっ
っとズタボロにも程があるね。え、ここって何これ、旅館元。これいやいや、今まで温泉街結構来たけどこれすごいよ、口方がもう、あ、ちょっと待って、このジュース、おお、わ、これすごい、なんでこれ、みりんだ、みりんだ、私知らん、ペプシ、ほら、ファンタオレンジさ、あれ、うん、その前のやつ、違う違う違う、だからコカ・コーラはファンタや、うん、ペプシはみりんだ、ね、あ、あ、全身がね、そう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 、へえ、わ、これ今ないよ、てかさ、ってことはこれ相当古い、古い古い宿でしたみたい、これ宿やろ、うん、うん、だってペプシのビール、あ、旅館か、岩崎荘、岩崎荘って書いてあるね、昔はだけん温泉旅館やったった、あ、すっごいね、この作りが半端ない、もうほらこれ中さ床も抜けとるしさ、うわ、すっごいよここ、いつの時代の、これなんかいろいろ下に落ちとるけど多分相当古いと思う、これここなんかほら、うん、この明石とかなんか何の観察、特集、特集なんて書いてあるの、すごいな、デコミ旅館、え、赤線の観察とかじゃないですか、うん、あれだと下にほらカフェだったりなんか、なんていうの書いてある、あ、熊本によくある、うん、その観察、うん、なんかすっごいね、ここ、これさ相当昔の旅館やん、そうね、なんか小屋が、うわ、すっごい、小屋やもんね、ね、これね、そうね、だってね、こっちってさ、そこって岩風呂かなんかやったとかいな、多分岩風呂みたいなのが見えるよ、これ、ちょうどこれがハマっとっちゃう、ほんと岩風呂がある中に洞窟風呂みたいなね、洞窟風呂があるよ、すっごいねすごい、今まで見た中で 客間なんやろね、うん、これがね、うん、だけどほら、あ、奥も広いよ、ほら広いよね、うん、右が見えて、ね、すごいテレビがあるよ、すごいテレビがある、ほらこれ昔の、ちょっと見て、すごいテレビ、私生まれてないほら、え、ね、そのテレビ古いね、これは昔のデラックステレビちょ加藤さん見て、本当にすごい古いテレビ、ああ、そうそう、昔のテレビ、え、あれ昭和何年ぐらいのテレビ、俺が小学生ぐらいで、じゃあ私はまたこのように存在せんやん、50年代ぐらい、すっごいね、うん、ここ相当すごいよ、ここの古さは本当にすごい旅館だけど、そのまま置き去り、うん、これもう60年ぐらい経っとっちゃない、60年は経っとるやろうね、うん、経っとる、すごいね、あそこはなんか潰れとるけど、てか ここ家も全部廃墟だよ、うん、これね、うん、あ、これ全部もうトイレとかも古いような、トイレっていうかないの、どうやって取っちゃろう、組み取るやん、作りがすごいよ、すごいね、木枠でここ、もう住んどらんよ、空き家になっとる、こんな感じ、本当に、あ、すっごい、とにかく、うん、全部廃墟、コーラの看板やん、ほら、うん、違う、ね、これも色がついとったら、うん、もう高いかもしれんね、うん、もう色が褪せとるもん、いや、素晴らしい、
こんなポストもすごいね。ここはまたやってますよ。多分ここ夕日が綺麗なホテルだけど、こっちはもう終わってますね。これこれもすごいよねえ。なんかお店がある、商店みたいな。うん、いやだけど今はもうやってないみたい。昔なんかお店あったかな。ここも入居者募集って、だっていい、この泊まれる宿の真向かいが入ってる。あれもやな、あっち側もちょっと怪しいね、上の方も。うん、もうほぼやってないね。なんかあのブロックガラスが昭和っぽいね、あの昔のね。ここと隣とぐらいか。お休みだね。うん、すごい。でもしかもコインランドリーが外にある。本当やね。いやこのなんか宿すごいね。でもなんか温泉旅館っていう感じやね。もうだってこの入り口がザ昭和やもん。中とかすごいもんとか残っとっちゃない？そうやね、多分整理整頓ね。もうそのまんま終わりましたみたいな。Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had
入るやつがおるっちゃうね、やっぱね、うん、やっぱ荒らされるよね、うん、当時のこういうのが残っとる。うん、すごいね。はい、もう葉っぱが危ないね。これ近道ないからね。多分。埋まっとる。今私はここに回る。でも多分これ戦後すぐみたいな。うん、ね。もう古か古か。いやすごい。いや古さはもう見たら。昔はね。うん。逃げたんですよ。いやいやだってこれさ外資とかが剥き出しよ。すごい。電電校舎の頃やん。いやすっごいね。もうさっきのだけおばちゃんしかおらんたい。おばちゃんももうすぐ出るって言ったし。てかこの電信柱見てこれすごい。しかもな電電校舎の頃ね。ほんじゃ、電電校舎のマークがついてる。これも何やったか気になるな。でもこれ多分食堂。食堂かな。ここに何かして陳列棚かなんかで。ああ。この辺の建築もなんか古い。華やかこれ。うん。